このあれだった新宿一発の最強線の中疲れ眠るお前に話しかけた。あれから何年経っただろう、お互い自分を貫き生きてきた。これからも変わらずに、たまには一緒に飲みに行こうぜ。花園公園でタバコをふかし、帰りは単車の話をしながら、新宿駅のホームで一服交わす。あれから何十年だけど。